少なくともフランチャイズを作りに行く街ではないです。グループで年商いくらぐらいあるんでしたっけ？7億弱ありますね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。北海道芦別市についていやーこれはね、さすがにフランチャイズで出てくるとこじゃないからね。肉屋肉屋の、はい、高島社長は芦別市出身で、ね、なんと人口1万2000人の町、はい、1万2000人からこんなビジネス能力高い人が出てくるっていうのがすごいよね。1万2000人いるんですかね今ね。いや、いないと思います今は。炭鉱の町で当時は5万人以上もちろんいたみたいな。根室本線でしょ。富良野の本当横ですからね。富良野だって普通あれ観光だから横って言ってもね、もう何もないですよ。温泉があるぐらいですか。すごいよね。少なくともフランチャイズを作りに行く街ではないです、うん、なんかないの。セブンイレブンある。いや、ありますあります。セブンイレブンある。さすがですね。セイコーマートあります。セイコーマートあります。ありますあります。すごい、はい、じゃあミスドある。あるわけないです。だから一般的なフランチャイズはない。でもモスバーガー昔ありました。モスバーガーある。すごいね。あったんですけど、なくなった。なくなりました。2年くらいでなくなりました。経営が成り立たなかったんだ。さすがに。え、一番近所の武田塾はどこなの？武田塾。旭川だな。ああ。旭川までどのくらいなんですか？1時間ぐらいです。車で。旭川が一番近いです。札幌までだいたい100キロぐらいなんで2時間ぐらいです。普通に店はできないです。ね、できないです、できないです。あと冬場は移動できます？雪めちゃくちゃ多いです。やばいっすよね。盆地になってて、はあ、山に囲まれてる。そこに何歳まで育ったんですか？18歳までいました。高校卒業までいましたね。高校あるんですね。高校ありますよ。ありますよ。だから。ありますよ。すごいね。はい、もう何もないですよ。観光は何かあるか？観光は一応温泉が、スターライトホテルって温泉が結構ここは今なんかそのグランピングとか温泉施設もなんかこうリニューアルしたりとかして結構サウナもあってめちゃくちゃいいですよ。そうなんですね。やっぱそういうところで育ったのがなんかビジネスに生きたんですか？どうですか？どうですかね。そんなことはないじゃない。ここに育てばビジネスに生きるんだから、その感性が磨かれたとかさ。まあ、例えばね、僕はあの、はい、自分のね、あの幼少期を振り返って、僕脳習い事なんですよ。千葉の市川市っていう、まあまあみんな中学受験するし、みんなまあまあ習い事してる中で、ピアノもあのスイミングも中学受験もしてるし、もう何も公文もあの習字も何も習ってなかった。それで、ね、もう結果良かったんか。それ、ね、塾の社長が言っていいか分かんないんだけど、社長だったら分かんないんだけど、幼少期なんかこういうのが良かったかなみたいなのが。確かに。そうそうそう。キタキツネとかを見てるとね、ちょっとこう感性が出てくるんです。竹村さんも結構田舎なんでしょ？そうでもない。僕はそれよりもやっぱり売れない酒屋に育ってる。そこの経験だ、ね、そう、売れない酒屋に育って、それで目の前がセブンイレブンに変わったの、まあ、そういうその幼少期のそのが前に下がってるんですよ。そう、それが今のフランチャイズ人生の始まり。すごい。だからこの1万2000人の街でなんか得られたものは何かありますか？はい、得られたものはやっぱりあれやることないんで、はい、麻雀かバンドばっかりしてる。うん、もう本当やることないんで、はい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 、コミュニティがね、うん、そういう形しかないですよ。でも割と皆さん平和に生きてるでしょ、きっと。そうですね、平和ですよ、めちゃくちゃ、うん、だから、みたいなことは割と起こらない。もちろん大変なんだと思うけど、雪とかは。でもそれは普通じゃないですか。だから逆に言うと、そこからなんかこう、こういうね、事業家が出てくるっていうのは好奇心は旺盛だったかもしれないですね。この中では変わってました？小学校の中では変わってましたね、うん、給食の時間とか小学校の時もういないで遊んでばっかりいました。放送でかけられて呼ばれるみたいな、ね、そんなにね、はい、心から。今何事業やられてるんですか？まず美容室が、美容室2店舗松江区が3店舗、うん、保育園3つ、幼稚舎1個、カイロプラティックの整骨院を、食肉おろし、肉屋の肉屋ですかね、今は。当時はパンケーキとかもプリンとかいろいろやってました。グループで年商いくらぐらいあるんでしたっけ？7億弱ありますね。まあ、過去にやってきた業種って言ったらね、何十業種ってなるわけだよね。相当ありますね。うん、いやだけどね、桑田さんがあの、ね、飲食店のとかね、いろんなデザインとかすごい褒めてましたからね。ああ、ありがとうございます。うん、やっぱね、この商品にも生かされてますよね、やっぱね。そうですね、こんな感じなんですけど。よくわかんない話になりましたけれども、そんな人が展開する加盟説明会、ね、肉屋肉屋、いつでしたっけ？9月2日土曜日。よかったら遊びに来てください。はい、 FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、
たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで、はい。